開会いたします委員の移動についてご報告いたします去る4日までに石井正弘君及び豊田義郎君が委員を辞任されその決として宮沢陽一君及び森雅子さんが選任されましたこの際申し上げます民主党新緑風会所属委員の出席が得られておりませんので出席を要請したいと存じますしばらくお待ちください速記を止めてください 民主党新緑風会所属委員に対し出席を要請いたしましたが出席を得ることができませんでしたのでやむを得ず議事を進めますこれより請願の審査を行います第103号国籍選択制度の廃止に関する請願ほか48件を議題といたします今国会中本委員会に付託されております請願はお手元に配布の資料のとおりでございます これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第508号法務局、厚生保護監署、入国管理監署および少年院施設の増員に関する請願ほか14件、および第541号裁判所の人的・物的充実に関する請願ほか6件は、採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第103号 国籍選択制度の廃止に関する請願ほか26件は保留とすることに意見が一致いたしました。以上のとおり決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 法および司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたし,提出いた,したいと存じますが、ご異議ございませんか。いいすご異議ないと認め、採用決定いたします。えなお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。いいすご異議ないと認め、採用決定いたします。 委員派遣に関する件についてお分かりいたします閉会中の委員派遣につきましてはその取扱いを委員長にご一人願いたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認め採用取り計らいます本日はこれにて散会いたします